駅前広場西口を道路の反対側から見る駅構内か山駅は神奈川県小田原市香山にある小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は O43。駅名は周辺の香山という地名から取られた。この香山という地名は昔は鹿山と表記されていたが、いつの間にか香山に転じたものである。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホーム有校長は6両分である。東西の両ホームに別々の改札口が置かれており、ホーム間は古戦橋で接続されている。トイレと AED、待合室は一番ホーム側にある。時間帯により駅員無配置となる時間がある。2015年度には、隣の改正駅、府、水駅の他にホタルデン駅。 足柄駅とともに行き先案内表示機の設置が計画され、同年末までに改札口付近への設置を完了している。上り、新松田駅各駅停車は、全便新松田駅で急行、快速急行に乗り換えができるようになっている。当駅から新宿及び千代田線へ直通する電車はないため、新宿方面に行く場合は、必ず途中駅での乗り換えが必要となる。 平日のみ、新松田駅で休行に種別変更する各駅停車がある。下り、当駅から箱根湯本へ直通する電車は以前は運転されていたが、現在はないため、箱根登山線の箱根湯本へ行く場合は必ず、小田原での乗り換えが必要である。2020年度の1日平均乗降人員は6,474人で、ある。コロナ禍で減少したものの、 小田急線内では、全70駅中65位のままである。近くに小学校や中学校、高校があり、児童生徒たちにもよく使われている。以前は、他の小田原市内での駅同様、朝夕通勤時間帯を中心に、各駅停車、準急、休校が1時間あたり、敬語から7本程度停車し利便が図られていたが、昨今、日中を中心に大幅に減便され、 各駅停車が1時間あたり3から5本程度の本数になっており、利用者数の同程度である宅間と比較しても列車間隔が開いている。さらに、朝、夕方に当駅から4両編成列車の箱根登山線へ直通する各駅停車の運行があったが、2018年3月17日のダイヤ改正をもって廃止された。近年の乗降人員、乗車人員の推移は、 下表の通り、線路の東側を佐古川が並行して流れる。二宮尊徳の生誕の地として知られ、近くには聖火や孫徳記念館などがある。東口から発着し、箱根登山バスと富士急湘南バスの路線が乗り入れている。以前は三北駅、新松田駅、和田河原の駅への路線もあったが、廃止されている。ありがとうございます。